Ne, sogar schon zwei die Gottin besiegen. Lavenza. Es würde mich jemand rufen, ich sollte nach ihr sehen. Nicht nötig. Ich habe die Kraft der Yakuza nicht erkannt. Mach dir deswegen keinen Kopf. もう少し早く気がついていれば、あの存在は人々の依存、怠惰の精神が膨大な願いとなって顕現したもの。大衆が選択する意思を捧げた結果生まれてしまった偽りの造物主。あなたたちによって人々は一時自らの願いを取り戻したかに見えましたが、キャッツの生み出す混沌の中、まだ完全に目を覚ましたわけではありません。 この状況は以前あなたたちが体験したことと似ている。様々な事情が重なったにせよ、再び大衆は自ら考えることを放棄しようとした。それでもあなたは人々を救うため抗うことを選ぶのですか？ Wir sind da, wenn man uns braucht. それでこそ私の知るトリックスターです。 その迷いなき反逆の意志、あなたはもう解き放たれた。自らの意志で選択をすること、それが囚われの鎖を断ち切る鍵だったのです。ここを出ればあの聖筆が待ち構えています。不尊にも神を自称し人々から心を搾取する偽の神なんかに負けないで。私は ここであなたたちを待っています。必ずまたお会いしましょう。 さあ行くぜお前ら。 最後の仕上げだ。 おや！ Dass er denen eigentlich nie erzählt, dass er ständig mit der Lavenza in Kontakt steht, ne? Ich meine, die kennen sie ja mittlerweile auch. Ich glaube, die Lade ist stinksauer.違いねえ。あれが人々の願いを取り込んだ性質、エマだ。私はかつてエマと呼ばれていたもの。ですが今は違います。人々の願いが私をあなたたちは聞いたはずです。願いの中で苦しむ声を、 迷いと後悔の連鎖に苦しめられることなく、正しい答えを手にすること、それが人々の真の願い。あんなスマホしか見えなくなった状態が真の願いなわけねえだろ。あなたに与えてもらう必要なんてない。答えは自分で掴むわ。
あの声を聞いてなおわからないようですね。では教えてあげましょう。ブー不相応な願いを抱いたことでどんな絶望が訪れるかを。来るぞ。私は人々の真なる願いを叶えるもの、人々を約束の地へ導くもの、人々の悲願を阻まんとするなら神である私があなたたちを排除します。すごいプレッシャーだ。導く体中がビリビリする。神様なんてもんとやり合う日が来るとはな。全員覚悟を決めろよ。うぅ、我が輩たちだ。カルゲ、カルゲ、カルゲ、与えます。強敵だ。弱点の10。Alter, das ging alles schnapp, der Sack. Wow, ich hab halt nur welche dabei, die wohl nichts taugen gegen ihn. Yes. Yes. Karge! Karge! Inorimasu. Shirube no Hoshitachi. Uah. Immer noch schwach gegen Ding. Warte mal, wir haben doch da einen dabei. Bist denn du? Komm ich da überhaupt hin? Ja, doch schon, ne? Oder auch nicht? Ja, shit. Warum zeigt das dir mit überhaupt an? Oh ja, shit, wann ist denn das passiert? Okay, wir müssen da weggehen dann. Wenn das solche Dinger macht. Hat er die nicht irgendwie für alle? Eines Verbündeten? Eines Verbündeten. Achso, ja, wir haben doch da schon was. Die An und ihre Uzi? Hä? Was zur Hölle? Warum treffe ich das Ding nicht? Hä? Ah, okay. Der führt das ganze Ding aus dann, ne? Sie kriegen eigentlich mehr damit? Okay, da können wir einfach außen rum. Gut zu wissen. Warte mal, wir haben da noch den da extra für sowas. Wobei, nee, doch lieber so.
潰すつもりだ。隣の足場に回避できるか。カルゲ、カルゲ、光、天気、強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。カルゲ、カルゲ、カルゲ、はっ、当たりました。ここか。やばい、囲われた。羽を殴ってこじ開けて。おっ、いや、これだ。はっ、いや、チェッ。幼稚人は願いを捨てなさい。私が全ての答えを与えました。あ、Scheiße, dann hätten wir wahrscheinlich so angreifen können, ne? 苦しみから解放されるときにサバシに光る。苦しい顔しやがって。全く聞いていないわけじゃないわ。焦らず攻め続けましょう。あんまり怖くて。こいつって怖い。横からビームが来るぞ。後ろに回避だ。サバシの光よ。この足場ごと焼き尽くすつもりだ。隣の足場に回避できるか。 So ist eigentlich schon fast zu easy, ne? Weil die einem sagt, was abgeht. Aber einerseits blockst du irgendwas, was einem sagt, was abgeht. Der steht die ganze Zeit anfällig für sowas. してるね。前方からビーム攻撃だ。頑張ってすり抜けてくれ。この足場ごと焼き尽くすつもりだ。隣の足場に回避できるか。Setzlos, die Adder schlägt sofort zu. こいつは強い上に隔熱が効かない。油断しちゃダメだぞ。Okay, der dreht sich weg. 横からビームが来るぞ。後ろに回避だ。サバキの光。体力やばい。注意しろよ。追っかけてくるビームだぞ。全力ダッシュで振り切れ。ゆずるの星たちよ。強敵だな。気合い入れていけ。おう、vergesst das oder nach Hause bleiben, da kommt。頑張ってすり抜けてくれ。輝ける鉄柱。おや、ショータイム。その救いとやらを与えるためにネビロス、すべての人の心を踏みにじる気か。そんなの見過ごせるわけない。そんな救いなんていらない。前方からビーム攻撃だ。頑張ってすり抜けてくれ。輝ける鉄槌。こいつは強敵。追っかけてくるビームだぞ。全力ダッシュで振り切れ。シルベの星たち。Schon anstrengend, ey. Dämliches Flattervieh. Ach, komm her. Du killst dich nicht von alleine. Einmal so, dann bleiben wir hier. Oh, gerade so. Ne, noch haben wir eigentlich fast, aber der hat hundertprozentig noch eine zweite Form. Sehr gut. Her mit den SP.後ろに回避だ。サバキの光。
しい。こいつ強敵だ。やば、囲われた。羽を投げてこじ開けて。来い、奪え。弱点に引っか。ジョーカー、さすが。攻撃効いてる。もう一押しでいけるよ。私はもう人形じゃない。この心は、意志は、私のものだ。その失敗作の意味は、くだらない競技に素直な体が後に立ちません。だからこそ、そばの世界に無血の神に導かれることです。追っかけてくるビームだぞ。全力ダッシュで振り切れ。いただいていくメリットだ。うまい。ナイスジョーカー。弱点にヒット。ロックか。これだ。この戦いには何の価値も見出せない。そういう顔しやがって。ムカつく野郎だぜ。まだ理解できるというならば、その命を持って知らしめましょう。終わりだ。Stirb doch endlich! Der macht aber gar nichts mehr. Es war zu einfach.でもこっちだって負けてない。いけるよ。何度やられても諦めなければ私たちの勝ちだ。いいこと言うじゃねえか。俺も仕事柄しつこい性分でな。わかりません。なぜそこまでして戦うのですか。人は願いゆえに苦しみ、苦しむゆえに願いを抱く。願いこそ人を苦しめる元凶。パンドラの箱に残った希望こそが人々を責め苛む枷だったのです。届かぬ光を望むことで生まれる苦しみの螺旋から人々を解放しなければなりません。願いから解放されること、それが人の真の願いなのです。違う。私は見てきた。願いに苦しむジェイルのキングたちを、それに抗う怪盗団を。苦しんで悩んでもがいて必死に生きる姿を、そして一歩ずつ前進していく姿を。願いを捨てる？最初から全部諦める？そんなものが答えであるはずない。それは苦しみを美徳とする悪しき風習にとらわれた考え、そしてそれらを乗り越えることのできる一部の強者が振りかざす傲慢でしかありません。願いからの解放こそが分け隔てなく人々を救う唯一の方法。そして私こそがそれを実現しうる唯一の存在なのです。大層なおっしゃりようだな。だが実際にお前のやってることは何だ。人々の願いを強引に飲み込み、節操なく膨れ上がったその体、救う救うとのたまっちゃいるが、結局は奪い支配しようとしてるだけだ。神を名乗っておきながら気づいていないようだな。お前自身もまた願いに生かされていることに。確かに願いは欲望、それが人を苦しめることも誤った道に進ませることだってあるわ。でも願いは希望でもある。それが人に生きる力と勇気を与えるのよ。そう、何度くじけても立ち上がる力をくれる。その光を知らない奴に未来なんて任せられるか。ここでお前の計画は潰させてもらう。 Zeit ist zu beenden。 どうやらあなたたちとは永遠に分かり合えないようですね。であれば虚しい問いかけはやめ、人々の願いを叶えることにしましょう。あなたたちをここで滅ぼして。
Seit wann ist denn Morgana der Anführer? Dass das Ding immer sein verdammtes Display hochhalten muss. Hat der Drecksack eigentlich jetzt sich einfach wieder geheilt? Oder haben wir uns selber geheilt? Verdammt, das fällt manchmal nicht auf. Ausnahmsweise sinnvoll, dass er nur auf mich. Lass mich doch mal in Ruhe. Geh weg da, Wirbelboy. Warte mal, der ist wieder voll. Oh Gott. Okay, Moment, dann bringt es auch nichts, alles neu zu hauen. Wir sind voll am Arsch, was ist immer halt. Wir müssen uns aufteilen. なるほど。手分けして叩くんだな。あ、こたつがレオスクルステル。よし。三つのチームに分かれるんだ。二チームが球体を破壊、残りが本体を倒す。本体へ向かうチームはお前が率いてくれ、ジョーカー。Überlass das ruhig mir。よし。メンバー分けを頼んだぜ。Energiegruppe 1, 2. Okay, Energiegruppe 1.Haru. Makoto, Gruppe 2. Achso, Gruppe 3 ist unten. Wir haben nur 9 Mitglieder, ihr Penner. An mit in 2. Sophia mit in 3. Zenkichi mit in 1. Warte, ich bräuchte halt eigentlich auch für ein VS Demi-Rub, ne? Warte. Die ankommt mit den Gruppe 1. Yusuke mit dem Ding. Ryuchi mit dem. Sophia. Komm, die Sophia kommt mit da rein. Morgana kommt mit den 2. Okay. Warte mal, was? Skills tauschen. Zio. Schockbooster. Die Chance auf geschockt. Zeit für letzte Schrach. Definitiv. Ich dachte mal schon, die Plattformen sind dafür da. Wow. Sie halt noch extra die Plattform dahinter. Warte mal, Showtime. Kaito Urufが成敗するぜ。覚悟。
Der hat viel zu viel Einfluss von uns, von den Phantomtypen mittlerweile. Was hat er hier? Wo kommt das denn her? Jeder hat seine andere Schwäche, ne? Der hat Eiserschwäche. Yusuke, Yusuke. Warte mal, der hat nur. Oh, Scheiße, den hätte ich austauschen sollen. Alter, ich hab doch keine Chance. Ich hasse dieses Gruppenaufteil. Oh, eine ist sie. その醜悪な姿はもはや見飽きた。せめて最後は美しく散れ。願いは願いです。人々を不確かな希望でそそのかし。でもすべく。導きます。すべての選択を私に委ねなさい。叩き切る観念しな。あなたは実現を望むのですか。Warte mal, warte mal. Okay, okay, okay. Wir haben einen Haufen Scheiß eigentlich dabei, ne? Haru. Alle Verbündeten, alle. Da haben wir ziemlich viele. Warum hab ich die Makoto kalt? Ich kann halt keine Angriffe abbrechen. Oh, sie lebt noch. Alle TP eines Verbündeten. Oh, nächstes Sie. Alter. Ey, gut, dass ich immer starke Leute mit neu habe. Nein, das ist der Schwertfuzzi. Okay, next is sie. Oh, da leuchten dann die Dinger auf. Showtime. Eieieiei. Ich bin froh, dass ich so viel scheiß High-Gegenstände gekauft habe, ey.
おお、すげえな。おお、見事だな。よし、強敵だ。セグ。いいぞ、ノアール。だいぶ効いてるぞ。あと一押しだ。頑張れ。愚かしい。これだ。最後はお願いね、ジョーカー。え？Nächsten Kugel, oder? Das wird übel, da habe ich halt zwei Schwächlinge und die Makoto dabei. マルクと火星の世界を築くのです。なんかわらわら出てきたぞ。マルクとはシャドウを召喚する。Ich will mich verteidigen alle Verbündeten。敵の攻撃が来る。みんな、備えて。スカルがヤバそうだ。まあ行こうぜ。クイーンの追撃が炸裂。これだけじゃない。あいつは任せてくれ。これでどう？強敵だな。気合入れていけ。Kill das Ding da durch das Drecksvieh。悪いな。Wie kommen nämlich die Verbündeten？強敵撃破だ。さすがだな。二体を一つ撃破。なぜ？いたかこら！Du bist das Vieh。Hat keine Schwäche, nur Stärken. Annulliert Licht und Ding. Schwach gegen Vieh. Okay.Habe ich das Skull nie benutzt? Oh, kill's einfach. Warte, was? Das ist nicht tot? Ah, das Skull ist scheiße. Mensch, warum hat mich niemand gelevelt?Okay, nächstes. Warte mal, fliegt da gerade eine Kugel durch die Gegend? Mich wundert es, dass die anderen ohne leben. Alter, du nerviges Drecksvieh. Hat das eine Schwäche gegen Ding? Nee, hat's nicht.Warte mal, der kann beides. Oh. Das war wirklich das Schwerste des anderen. Ich hab's fast eigentlich richtig, schon fast gut ausgewählt. Oh, warte, da hinten ist er auch noch.So, weg mit dir. Queen
上に確熱が効かない。油断しちゃダメだぞ。よっ、全員決裂。それでどう？よっ、あいつは任せてくれ。まだまだ。もう一人の私。Nee, der Block plus Tester. Ah, der annulliert das. Fuck. Ja, aber das dürfte trotzdem was abziehen. Ist das einzig Gute an Showtime? Normalerweise kannst du es nicht annullieren. Weil das halt Mehrfachangriff ist. Physisch und Status. Ja. Ich hab vergessen, dass wir die gewandten Haare auch noch haben. Sowieso. Was los? Alter, der haut zu. Komm, gib mir Feuer. Oh, der trifft ja einen doch. その醜悪な姿はもはや見飽きた。なぜ？せめて最後は美しく散れ。願いは害悪です。キルトは確かな希望でそそのかし、絶望へと導きます。すべての選択は私に委ねなさい。それともあなたは絶望を望むのですか？俺は絶望を恐れぬ。立ち上がる一切ある。Kleiner Drecksack。必ず道は開ける。そう思わせてくれた仲間がいて、貴様にはわからんだろうがな。球体を一つ撃破。たくさんの人の心を踏みにじった。その報いを。人々が決断に挑む。可能性に挑戦し、間違いのない答えを発信した。Was soll jetzt? Ich hab Angst, was er macht. Kommt er eigentlich jetzt rüber? 私の答えは私の意思で選ぶわ。私たちは自分の意思で立ち上がる。神様なんかにその邪魔はさせません。欺瞞、虚飾、死。まず今の世界は悪意に満ちています。私が作るのは公正で清廉な世界。そこでは真の安寧が約束されるのです。Alter, spinnst du? wir sind hier.
Ah, jetzt hat er es gecheckt. Oh, die schweben mir auch bloß durch die Gegend. Dafür meine ich, Sophia ist tot. Ach ja, und ich rede übrigens erstens nicht viel, weil die einen ständig auf den Senkel geht und ständig labert. Und zweitens, weil die halt auch ständig labert. Das sehe ich selber. Schön in den Rücken schießen. Oh, noch eine Sphäre weg, sehr schön. Ah, okay, das ist nur so ein Zeug wieder. Das muss man erstmal wissen. Ich laber nicht viel. Jeder hat was zu erzählen. Nee, den Rest macht die Sophie. Ah, es hat nicht gereicht. Wie sogar geruckelt hat dabei. Mächtiger Angriff.
終わったのか。うん、間違いない。敵の気配は消えてる。じゃあ、よっしゃー、やったぜ。うん、やったんだね、私たち。やり遂げたわね。本当に大変だったけど、きっとこれでジェイルも消えるはずだぜ。よくやったな、お前ら。世界を救ったヒーローってやつだ。何他人事みたいに言ってんだ。ウルフもその一人だ。ソフィーもな。ソフィー？あ、すまない。ヒーロー、正義の味方か。悪くないな、ジョーカー。Nicht so gut wie Phantomdieb. Klingt alles andere als übel. Klingt alles andere als übel. 正義の味方ね。冗談がマジになっちまうとはな。始まったみたいだな。現実と異世界の融合が解ける。今のうちにここから引き上げるぞ。そうだ、一ノ瀬も連れてかないと。私が迎えに行く。みんなは先に戻っててくれ。よし、脱出だ。元に戻ってるよな。どうやら問題なさそうだな。ということは、よっしゃー、終わったー。はあ、よかった。これにて一件落着か。そうだ、ソフィアと一ノ瀬さんは？私ならここだ。みんなお疲れ。うまくいったみたいだな。よかった、ソフィアも無事で。一ノ瀬さんは？一緒に戻ってきたはずなんだが。みんなも無事だったんだね。よかったよ。そっちもな、無事で何よりだ。町の人たちも元に戻ってる。みんな今までのことは覚えてないんだっけ？ああ、改心されていた間のことはな。そうか、君たちには迷惑をかけちゃったね。一ノ瀬、悪いけど私は先に失礼するよ。少し考えたいことがあってね。ちょっと、一人で大丈夫？ああ、自宅が渋谷にあるんだ。何年も帰ってなかったけどね。昔作ったものをしまう倉庫に使ってたんだけど、今日はそこに戻るよ。それじゃあね。一ノ瀬さん、大丈夫かな？Ja, ich mache mir auch Sorgen um sie. Sie kommt schon klar.人ってのは誰かの言葉に縛られて本当の自分を見失っちまうことがある。だが誰かのちょっとした一言で救われることもある。ソフィアの気持ちは一ノ瀬に届いてるだろう。信じてやれ。そうだな、ありがとう善吉。さて、ついでってわけじゃねえが、俺もここでお別れだ。え、急になんだよ、おっさん。Der hatte noch einen Job. 神を逮捕とはいかなかったが、真犯人を突き止め、犯行を止めることはできた。これで怪事件も収まるだろうし、一連のキングの自白でお前らの濡れ衣も晴れた。俺たちの取引は終了だ。なんだそれ、寂しいこと言うな、善吉。
Wir sind trotzdem alle ein Team. Oi, oi. Ore wa omaera o ryou shiyou to shite tan da ze. Sore wa ma shikata nakatta to omou shi. Mushiro ore tachi o tasukete kureta hazu da. Ah. Zenkichi ni wa ippai sewa ni natta zo. Arigatou yo. Omaera ni aete hontou ni yokatta to omotteru. Ore wa 正直お前たちが妬ましかった。いろいろ遠回りするしかなかった俺にとって、お前らの活躍は反則技もいいとこだったからな。実際眩しくさえ見えた善吉だが、結局お前らは茜だけじゃなくこの俺も救ってくれた。俺が本当にするべきこと、俺が見失っていたものに気づかせてくれた。いつの間にか俺も改心させられてたってこったな。私たちだってあなたに教えられたことがたくさんあるわ。信じることを全うするのがどんなに難しくて大変なことなのか。子を持つ親の苦労もな。違いね。だがそれも幸せってもんだ。俺はこれから最後の決着をつけに行く。大和だね。ああ、もう迷うこともためらうこともねえ。俺がすべきことは決まっている。すべきこと。Du schaffst das。ああ、頑張れよ、おっさん。おう、まあこれが根性の別れでもないだろう。またいつかどこかで会うこともあるさ。ええ、きっと。ううん、絶対に。頼むから取り調べ室で会うようなことは勘弁してくれよ。それと何かあったらいつでも頼れ。必ず力に。Wissen wir. Jana, Kaito Dam. Ja. Kso Gaki Domo. Itchatta ne. Zenkichi ni totte wa, kore kara ga shoubu darou kara na. Ma, daijoubu daro. Ano ossan nara. Oh, natsukashi no wagaya ga matte iru. Soujirou no karei ga tabetai. Tabi mo koko made da na.遅かったじゃねえか。予定じゃ昨日の夜帰るって聞いてたが。ごめん、ちょっと世界の危機が発生して神様なんかとバトったりしたもんだから、その、はあ、ったく、とにかく無事でよかったよ。おかえり二人とも。それとお前もな。Schön, dich zu sehen. Ayo, otsukare-san. Sugoi tabi dattan da. Hanashitai koto ga yama hodo aru. Demo, kyou wa tsukareta. Gohan tabete neru. Sojiro, kare tsukutte. Takku ni dekite ru yo. Atatameru kara suwatte matte ro.このコーヒーとカレーの香り、やっ、宗次郎のカレー、みんなが話してたあれだな。ん？今の声前も聞いたような。そういえば挨拶してなかったな。はじめまして、宗次郎。私は怪盗団のソフィア、人の良き友人だ。Alles klar, wir alle, Sophia eingeschlossen, berichteten Sojiro von unserer aufregenden Reise. Es war ein lustiger Abend.
an diesem Abend noch mal ins Gefängnis. Migoto, nashitogerare mashita ne. Mata mo otozureta kunan o mae ni, anata gata no tsuyuki kokoro to kizuita kizuna wa keshite kageru koto naku kagayaki tsuzuketa. Anata wa futatabi unmei no kusari o toki hanachi, mirai o tsukami totta no desu. Kekka,人々の求めた神は消え失せ、よるべない明日に迷う者もいるかもしれません。けれど、この旅路であなたが示した意志は、人々の心の奥底へと確かに刻まれたはず。それはきっと、いつか誰かの希望となり、未来へ進む力となる。ありがとう、トリックスター。我が主の代行として、私から賛辞を。あなたは最高の客人でした。いつかまたお会いしましょう。それでは良い夢を。おおお、mögen sich unsere Wege erneut kreuzen? Nächstes Persona-Spiel 5 kostet. Scheiße, wie sagt man das? Ich hab's vergessen, scheißegal. いろいろ大変だったけど、終わり良ければ全て良しな。夏休みの思い出を祝しまして、打ち上げパーティーを開催します。おお、パチ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 おお、リュウジどうした？元気がないな。いや、昨日全然寝れなくてさ、久々の寝床に体がなじまんねえつうか。わかる。みんなこの1ヶ月で体がゴーゴーフェザーマンゴーに最適化されたからな。なんだかフェザーマンゴーが恋しいね。てかその名前いつの間にか公式なのな。Ich hab's mir auch gerade gedacht, weil das vorher das war ein Promobil. ファントム号じゃなかったか？そんな時もあったわよね。それにしてもやっぱり電波タワーでのことは誰も覚えてないみたいだね。はあ、こっちは死ぬ思いで頑張ってたってのによ。世を忍び人知れず悪を打つ、それはそれで美しい。まあそうだけど、ちっとはチヤホヤされてえじゃん。なんつうかこうさ、女子たちがキャーみたいな。Oh mein Gott, das ist Ryuji! Was zur Hölle ist das, Alter? Ich krieg mehr als genug davon. Damme! Yoyu kamashi agatte! Sette wa jimoto de oishi omoi shiten na? Leck mich, Mr. Superstar! Demo, wasurerare nai omoi de ga takusan dekita. Watashi wa sore de juuben kana? Watashi mo da.何もかも見たことのなかった新しい体験で最高だった。ええ、頑張ったからこの素敵な時間がある。今回もそれでいいじゃない。まあこれでおっさんもいれば最高なんだけどな。きっと今頃は大和田逮捕に向けて頑張ってるんじゃない。こうしている今も善吉は仕事中か。少し申し訳ない気が。ひと事じゃないわ。みんなももうすぐ学校でしょ。あ、そういやお前っていつ地元戻るんだ？もう明日ね。明日だ。え、嘘。なんだかあっという間だね。Wir kommen wieder。足りめえだ。なるべく早くな。ソフィアも一緒か？そうだな。ソフィアが地元でジェイル見つけたりしてな。もうそんなわけないでしょ。でも結局ソフィアってなんで渋谷ジェイルにいたんだろう。Da wohnen doch die Chinosen。確かに渋谷といえば、一ノ瀬は渋谷に自宅があると言っていたな。もともとソフィアはその一ノ瀬の家に置かれていたんじゃないか。それをエマが認知したということか。
まあこれは我が輩たちの予想だし、そうだとしても奇跡としか言いようがないがな。そういえばソフィア、デミウルゴスを倒した後少し様子が変だったけど何かあったの？ああ、あれはエマの声が聞こえてたんだ。え？ソフィアにだけ聞こえるやつかよ。ああ、消える間際に言い残した、あなたのやり方で人々を救ってほしいって。エマがそんなこと。奴も方法さえ間違わなければソフィアのように慣れていたのかもな。私みたいに怪盗団と巡り合っていたらきっと結果は違ったと思う。 AI は人の敵じゃない、人に寄り添って助ける存在だ。でも人と同じように道を踏み外すこともある。使う人間、状況、得た知識、理由はいろいろだ。エマにも良き友人がいれば。そいつはこれからソフィアが示せばいいんじゃねえか。え？人の良き友人として、 AI と人の良き関係をソフィアが描いて築いていくんだ。そいつはきっとたくさんの人を救うことにつながっていくと思うぜ。Wir unterstützen dich. ありがとう、二人とも。あ、でも私はこのスマホからは出られない。残念。描いて気づくのはお預けだ。ふっふっふ。そんなソフィアに私から重大な。だあ、もう話がしんみりしてダメだ。打ち上げだろ、打ち上げ。こうなりゃ景気づけにコーラ一気飲み競争だ。ユウスケ、勝負しようぜ。唐突だね。くだらん。だが勝負とあらば受けて立つ。ちょっと吹き出したりしないでよ。おいこら、我が輩にかかったじゃねえか。 Also wie weit ist das gespritzt, der war auf der anderen Seite verbraucht. あ、もうめちゃくちゃ。Nachts. あ、リュウジのせいでえらい目にあったぜ。でも楽しかった。みんなも笑ってたな。まあな、我が輩も楽しかった。まあ明日で怪盗団はバラバラなのか。仕方ない、それぞれ学校とか始まるしな。リュウジとアンドノは宿題とか勉強が大変そうだけどな。Ich glaube, die schaffen das schon. 我が輩もそう思う。ユウスケはきっと変わらず絵を描き続けるんだろう。マコトとハルは大学か。大学ってどんなところなんだろうな。Vermutlich total anstrengend, ziemlich spaßig. Ich weiß nicht, wie die Haru drauf ist, aber die Makoto hängt sich bestimmt voll rein. Ziemlich spaßig, denke ich mal. 二人とも生き生きしてる。なんだかんだ楽しそうだよな。双葉は前よりずっと強くなってた。あの様子なら学校でも友達には困らないだろうぜ。みんなそれぞれの道に進んでいくんだな。マスス？いや、私はどうしようかと思って。ソフィアにも自分の道が見つかるさ。それまではこいつと一緒にいようぜ。ganz genau。ありがとう、二人とも。明日はもう出発だ。名残惜しいが
そろそろ寝ようぜ。Und Morgana schickt uns wieder ins Bett. Ob das bei ihm zu Hause auch so ist? Aber wie er halt die ganzen Neben- was heißt Nebencharaktere, die ganzen Sonntagcharaktere einsammelt. Mata na. Tanoshikatta ze. Honto. Kochira ni kuru toki wa koe o kakete kure. Nani o sashi oite mo kaketsuke yo. Renraku matteru kara. Tsugi wa fuyu yasumi ka?なんならもっと早くてもいいぞ。屋根裏でよけりゃいつでも使え。ま、店の手伝い込みだがな。モルガナも元気でね。アンドの名残惜しいが、我が輩はこいつのお目付け役だからな。またね、モナちゃん。ちゃんとご主人様の言うこと聞いてね。立場が逆ベッドじゃねえし。ソフィア、二人のことをよろしくね。オーケー、任せろ。ああ、そうだった。どうした突然。ソフィアにプレゼントがあった。プレゼント？そうそう、実は昨日渡しそびれて。あ、ふたば、ちょっと待ってくれ。Soll er so plötzlich kommen, aber können wir uns vor dem Shibuya Bahnhof treffen? Womöglich bringen die anderen mit, es wird auch nicht lange dauern. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Natürlich sagen die zwei anderen nichts, die wir unbedingt lernen müssen. Das haben wir nicht erwartet. Koko de machiawase da yo na. Inai ne, Ichinose-san. Mada tsuite nai mitai ne. Sukoshi machimashou ka. Azui. Tokeru. Ato 5 秒で溶けてなくなる。じっとしてるだけで汗が吹き出てくるね。ねえ、ちょっと、あれ？臨時ニュースをお伝えします。衝撃的なニュースが飛び込んできました。先ほど現衆議院議員大和田淳氏の逮捕状が請求された模様です。大和田氏の逮捕容疑は収賄、脱税をはじめ多岐に及んでおり、これは議員会館前には多数の警察車両が並び、家宅捜索を進めている模様です。捜査本部で開かれている記者会見の様子をご覧ください。全吉氏 Oder die alte? 氏はマディッシャから多額の金銭を受け取り、不正な便宜を図っていたものとみられます。また氏には多数の余罪があるとみて、合わせて捜査を行っております。2年前、大和田氏の秘書が起こしたとされていたひき逃げ事件について、運転していたのが飲酒状態であった大和田氏本人である事実が判明いたしました。複数の警察幹部が本件の隠蔽に関与しており、証拠隠滅の疑いで逮捕する方針です。本件に関してこのような事態となったことを深くお詫びいたします。警察組織の信頼回復に向け、断固たる決意で捜査に臨んでいく所存です。わ、マジ？大和田って、あの大和田？警察とズブズブかよ。これ大ニュースじゃね？なお、議員は以前から反社会的組織との黒い関係が取り沙汰されていましたが、2年前に死亡した秘書の殺害を指示した疑いも浮上しており、これって善吉さんの奥さん、あかねちゃんのお母さんの事件だよ。Nicht schlecht, 善吉。
ちだ。悪党どもを一網打尽、見事だ。凄腕ってのはハッタリじゃなかったな。さすが私たちの仲間だ。奥さんの仇を取ったのね。ああ、あいつは茜との約束通り真正面から悪に立ち向かって打ち破ったんだ。よかった、千吉さん。いやあ、待たせちゃったかな。一ノ瀬さん、警察での手続きに予想以上に時間がかかってしまってね。警察？あれからすぐ警察に自首したんだ。自首って、だって一ノ瀬さんのしたことは、エマを悪用したのはこの絵だし、我が輩たちのことなら、エマによって世界が壊れるかもしれない、そういう予感がなかったわけじゃない。それに君たちを傷つけてしまったことは紛れもない事実だから、受けるべき罰は受けようと思ったんだ。一ノ瀬で洗いざらい全て話したんだけど、結局相手にしてもらえなかった。まあ信じられる話じゃないものね。長谷川さんにも相談してみたんだ。そしたら、夢物語に付き合っていられるほど警察は暇じゃないって。善吉らしいね。本当は罪を償ってからにしたかったんだけどね。これから旅に出ようと思うんだ。旅に？うん、今度こそ本当に正しく人の心を知るために。私はエマの作る世界こそが正しいと思っていたけど、ソフィアに言われて気づいたんだ。何かが違うって。エマに救われた人たちの目はみんな死んでいるようだったけれど、君たちやソフィアの目にはいつも眩しいくらいの希望が宿ってる。ソフィアが君たちのようになれたのは君たちと共に旅をしたからだ。苦楽を共にして助け合い、信じ合い、通じ合ったからだと思う。同じことができるとは思わないけど。ソフィア、gib mir die Hand。私も今度はそうやって多くの人と出会い、少しずつ心を理解していきたい。ただその前に、君たちにもソフィアにも本当にすまなかった。君たちには大変な思いをさせた。Das ist Vergangenheit。え、もう済んだことだもの。私たちは気にしてない。ありがとう。聞いてほしいことがある。どうした、ソフィア？私も一ノ瀬と一緒に行きたい。え、一ノ瀬さんと旅に出るってこと？私はみんなにたくさん助けてもらった。一人だった私を受け入れてくれた。仲間だと言ってくれた。一緒にいようって言ってくれた。嬉しかった。いつも胸の中がポカポカしてた。でもみんなは自分の道を歩いてる。私もみんなと一緒にいて、たくさんのことを知って、やっと自分の道を見つけたんだ。人の良き友人として、私なりの目指す道が。私はみんなみたいになりたい。道を踏み外す人がいれば手を差し伸べたい。道を探す人がいれば一緒に探したい。これから一ノ瀬がその旅に出るのなら、私は
一緒にいてあげたいんだ。みんなが私にしてくれたように、私がみんなみたいになれるように、私が私であるために。ソフィア。じゃあソフィアともここでお別れってこと？でもソフィアはそこから出られないんじゃ。うん、大丈夫だ。ソフィア、覚えてるか？初めて会った日の夜、ルブランの2階でソフィアのことを調べただろ。あれから少しずつだけど分析を進めてたんだ。それでやっとそこから出してあげるプログラムを作れたんだ。おい、マジかよ。うん、昨日から何度も教えようと思ったんだけど、まさかお別れのために使うなんて。双葉、ソフィアは自分で自分の道を決めた。笑って送り出してあげなくちゃね、双葉。うん、分かってる。いいのかい、ソフィア。せっかく仲間ができたのに。うん、もう決めたんだ。でもお前の言葉を聞かせてほしい。私、言ってもいいか？Natürlich。 ありがとう。みんな、すまない。私、何もお礼ができてないのに。何言ってんだよ。そんなんじゃねえだろ。俺ら、我が輩たちは、同じ怪盗団の仲間だ。うん、かけがえのない友達。共に視線を乗り越えた仲だ。その絆は決して断ち切れん。ソフィアとの思い出は私たち全員の大切な思い出。あなたならきっと一ノ瀬さんを助けられる。ソフィア、元気でな。Danke für alles. ありがとう。俺たちの絆は永遠だ。ありがとう。みんなのこと、この旅のこと、私は忘れない。また会おう。ああ、絶対な。オッケー、絶対だ。では。Betreff, Schatz. Abschlussgespräch ist wieder am Ende. Bis gleich.
そろそろだと思うんだがな。来たぞ。繰り返しお伝えします。大物政治家逮捕です。我が輩たちもそろそろ行くか。そうね、またそれぞれの道へだな。離れちゃうのはちょっと寂しいけど。なーに、絶対またすぐ会える。それまでの間だ。だね。ああ Warum trennen sich eigentlich die Haru und die Makoto? Ich meine, die leben im selben Haus. Oh, das ist schön. Das unten rechts mit der Ichinose und der Sophia. Speicher, kannst du das Spiel direkt vor einem Demiru-Kampf fortsetzen? Möchtest du den Abschlussdaten speichern? Ja, auch wenn ich sie nie benutzen werde. Wie gibt's einen Tokyo Tower? Hm. Wir sind wieder mal durch. Das dritte Mal jetzt. Einmal mit Persona 5, einmal mit Persona 5 Royal und einmal mit Persona 5 Strikers. Und es ist, ich kann es nur wiederholen, ich meine, Persona 5 Strikers war ja das einzige, was ich auf dem Kanal ab 5 habe ich ja gespielt, bevor ich Let's Plays gemacht habe. Es ist irgendwie jedes Mal, wenn du dich selbst von deinen Freunden verabschiedest, die du erst länger nicht mehr sehen wirst. Irgendwie jedes Mal. Du erlebst so viel mit denen, mit den ganzen Reisen und dem ganzen Zeug. Und der Yusuke ist da links am Fressen, ey. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Das ist... Ah! Gibt's eigentlich irgendwas? Irgendeine... Ding, was man machen kann? Einfach nur vom Demiurge-Kampf, ne? Ja, ist egal. Ach ja. Was bleibt jetzt dazu zu sagen? Genau. Also. Ich fand die Geschichte wie immer super. Ich find's einfach nur genial. Die
diese Gruppe ist, es macht einfach so Spaß mit denen. Morgana, Ryuchi, Furaba, An, Haru, Makoto, Yusuke, Ren. Oder von anderen. Ich glaube, bei anderen hast du Akira, ne? Ist er, er hatte zwei Namen, soweit ich weiß. Ich werde sie vermissen. Ich werde sie echt wieder vermissen, ey. Die Reise war nicht schlecht. Ich fand, also nochmal, die Geschichte war super. Ich fand sie wieder genial. Eigentlich fast genauso genial wie Persona 5. Natürlich hat mir das Soziale gefehlt. Muss ich dazu sagen. Aber es ist ja auch ein eher, es ist ja eher so ein Musou-Game. Aber es hat sehr gut Persona eingefangen. Sehr gut. Also die Stimmung von der Story bis zur Stimmung von den Charakteren und sowas hat halt einfach Persona perfekt eingefangen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Musou-Game gespielt, was mir so viel Laune gemacht hat. Oder von der Geschichte her gefallen hat, sagen wir mal so. Laune hat's auch gemacht. Aber wie immer ist mein größter Kritikpunkt das Kampfsystem. Genau. Zwei Kritikpunkte. Kampfsystem. Und dass so viele Charaktere fehlen. Ich meine, wir kommen zurück in die Stadt. Klar, wir sind auf eine Reise mit unseren ganzen Freunden gegangen. Aber wäre es wirklich so schwer gewesen, die anderen zu zeigen, ob es jetzt die Yitomi? Scheiße, wird sie nochmal geheißen? Fuck, wie ich die Namen vergessen habe. Und dann rede ich davon, dass ich die unbedingt sehen will. Ne? Fuck, hier vergessen. Die Takemi. Dann die Lehrerin. Die ich auch schon wieder vergessen habe. Auch die, sagt's mal. Ob es jetzt die Reporterin ist, die Oya, glaube ich, oder wie die geheißen hat. Und die anderen halt alle. Hifumi hat sie geheißen, ne? Hifumi. Na, lass mal im Hintergrund laufen. Und das hat mir echt gefehlt. Auch natürlich, was ein großes... Okay, drei Sachen, was mich stören. Aber das konnte ja nicht anders sein. Royal kam... War ja gerade in Entwicklung, wo Desta ja kam, glaube ich. Oder wie war das? Genau, Desta war schon über Persona 5 in Entwicklung. Da war Royal gerade mal noch in der Mache. Die Kasumi fehlt. Ist leider auch ein großes Manko für mich, dass die Kasumi fehlt. Weil sie war wirklich mein Lieblingscharakter von denen. Wir müssen uns nochmal anschauen, sorry. Ah, ich liebe das Lied, Alter. Ich liebe die Openings, Alter. Die sind einfach zu geil. Gehen wir mal auf Laden, damit es wieder irgendwo reingeht. Wo war mein Schemel? Ich habe die guten Seiten aufgezählt, ich habe die negativen Seiten aufgezählt. Das Kampfsystem habt ihr... Ich habe ja zigmal drüber gerantet, also... Brauche ich jetzt nicht mal hier erklären, was mich stört. Zu viele Attacken auf einmal. Kombos, die einen sofort töten. Wie dieser Engel, den wir da hatten. Dieser mechanische Engel, oder was das war? Oder Metallengel. Du hast halt, du kannst mal mehr angreifen, musst du eigentlich schon wieder weiter, Alter, weil der dich wieder auf dich draufhauen. Und, oh, renn ich mir nicht auf. aber gut, nach dem Lied, denke ich mal, ist auch ein guter Abschluss. Ich wünsche mir in Zukunft noch ein Spiel mit denen. Also, normalerweise denkst du so, ja, okay, ist in Ordnung, jetzt ist halt vorbei. War echt eine super Runde und so, aber bei denen, ich will einfach noch gern eins haben. Ich will noch mal was mit denen machen. Scheiße, es gibt doch nur die fucking Uni, ey. Sollen sie alle auf dieselbe Uni gehen? Und dann geht's hier rund. Vor allem, die Lavenzaxe, die sehen sich wieder.
Das heißt für mich, es muss ein neues Persona 5 geben. Persona 5, jetzt geht's richtig weiter. Oder Persona 5, jetzt geht's richtig los. Oder Persona 5, scheiße, mal los geht's. Keine Ahnung. Ich bin nicht der Typ, der bezahlt wird, irgendwelche Namen auszudenken. Komm, wir hören jetzt auf. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. War ein schöner Ritt. Und es war wie heimkommen. Und es war wieder wie sich verabschieden. Und ich werde die Sophia auch vermissen. Die hat auch gut gefehlt dazu. Schade, dass sie weg ist. Aber jeder muss machen, was er will. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum anderen Let's Play. Zum nächsten Mal oder so. Na, nächstes Mal gibt's nicht. Oder bis zu einem nächsten Persona-Teil. Macht's gut und Servus.